日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらニップンのめちゃなくホットケーキミックスというものを使ってホットケーキ3枚焼いてみました。いやーほんと便利ですねこれ。うん、裏面に書いてあるんですけど、牛乳だけ、もう卵も使わないで入れ作れて、しかも混ぜるのも袋の中でやれるので全く汚れずに済む。さらに言えばちょうど一つで、まあ、今見せたような程よい大きさのホットケーキができますので、なんて言ったらいいんだろう、なんて言ったらいいのかなじゃなくて、あ、本当に一人でお手軽に焼くこともできますね。まあ自分は3人で作っちゃってますけど。それでは早速、まあこれでうまくいってなかったら、まあ自分のポカということで、チャンネル登録よろしくお願いします。食べていきたいと思います。ではまずはそのままでいただきます。楽してホットケーキが作れるなんて、ほんと時間のない人には大助かりなアイテムでしょーって思うわ。ねえ、あなたもそう思うでしょ？はい、まあそうですね。しかも味もしっかり甘くてさっぱり、もさりもったり、なんで、なんだ、なんて言ったらいいんだな、味になっていて、ホットケーキとしてきちんと成立しています。だいたい一つのやつで1枚結構大きめのやつが焼けるので、なんだろうな、朝時間がないけどホットケーキ食べたいっていう時にはいいかもしれませんね。まあホットケーキ自体本来なら時間がある時に作るかもしれものだと思われるかもしれませんけど、そして洗い物が少ないというのも嬉しいところ。味についてはこの後。ごちそうさまでした。結構ふんわりとした食感の生地に焼き上がっていて、シンプルで甘さ控えめ、食べやすくて何にでも合うようなホットケーキだと思いました。やっぱりそのまま食べても美味しいですし、ジャムやフルーツ、生クリームなどを添えてもきっと美味しくなると思います。これだけ美味しいホットケーキを、とりあえず、まあ、焼く必要はあるんですけど、比較的お手軽に作れるという意味ではとてもいい商品だなと自分は思いました。というわけで今日食べたニップンのめちゃなくホットケーキミックスはお手軽さも含めて5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しい。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。